ケルマディック諸島、またはケルマディック諸島は南太平洋のニュージーランド領の火山諸島でニュージーランド北島の北北東約1 0 0 0トルに位置している。面積33.5平方キロメートルの岩礁からなる。ケルマディック諸島は火山性の山ちの島々で周囲の海はンゴ礁になっている。そして地震が多いところでもある。最大の島は 面積18平方キロメートルのラウル島である。海底地形図ラウル島は断崖が多い、肥沃な火山の島である。ケルマディック諸島の最高峰である。516メートルのラウル山がラウル島にあり、この山は活発なカルデラ型の活火山で過去に何度か噴火もしている。1937年まで入植者が定住していた。その後、 ニュージーランドの女性史上主義者たちが上陸し、独立を宣言して、ラウル・共和国を名乗っているが、非合法なものである。その他は、現在では、気象観測所のスタッフや科学者などの関係者以外の一般の定住者は住んでいない。デナムベイは、島最大の湾で、北部のフリートウッドブラフという崖に、気象観測所やタンパラジオ局、ニュージーランド最北端の全焼基地の、 ラウル島ステーションなどがあり、またボランティアのためのホステルの宿泊施設がある。四輪トラクターや四輪駆動車、四輪バギーは島内の主な交通手段である。ラウル島以外の他の島は、ラウル島の付近のマイヤー島とフィッシングロック、ネイピア島とニュージェント島とヘラルド島とシャンテ島、マッコーリン島、カーティス島とチーズマン島、エスペランスロック、ヘーバーロックなどで、 いずれも無人島である。諸島東方には、トンガ海溝に続く、ケルマデック海溝が南北に連なっている。14世紀頃まで、マオリ族がカヌーで諸島に訪れて、定住していたとされるが、1788年、イギリスのレディーペンリン号のシビア船長と、ワット中尉により発見された時、無人島であった。1793年には、 フランスのエスペランス号のダントルカストー少将が行方不明のフランス人探検家ラペルーズを捜索しているとき、ラウル島に到着した。ダントルカストー少将の部下であるジャンミシェル・ヨンド・ケルマデックの名を諸島に名付けた。1796年イギリス戦ブリタニア号の霊文船長により再発見。1810年から1860年はサンデー島の湾は 太平洋における捕鯨の基地として入植もされた。まず最初の入植者は1837年にサモア人妻を持つベイカーとマオリの妻を持つジェームズ・リード船長が入植。野菜やバナナなどの栽培をしたり、魚を捕獲して暮らし、捕鯨船に新鮮な水の提供をしていた。しかし、1853年までに地震や火山噴火で、 ベーカー一家やリード一家ら入植者はサンデー島から離れ無人島を化した。翌年の1854年、イギリス戦艦ヘラルド号のヘンリー・エム・デナム船長は無人島を化したサンデー島の調査を行った。同行した息子のフリート・ジェームズ・デナムは熱帯性熱病にかかり、同等にて16歳で没している。1870年にクリス・ジョンソン一家が サンデー島に入植するが、火山噴火で離島。その後トンガ人の妻と共に、アメリカ人水兵も島に住み着いたが、1872年に、やはり火山噴火で、一家は離島している。無人島化した、サンデー島に1 8 7 8年、トーマスベルが妻フレデリカと6人の子供と共に、サンデー島に住み着いた。ベル一家は、島で、ノーフォーク島から、 農法区松を植えたり、野菜や果物など栽培をし、捕鯨船と食料交換をし、ニュージーランドのオークランドから羊や牛など導入し家畜の飼育もしながら、1937年まで住み続けた。1888年にニュージーランドの一部としてのイギリス領となる。 1938年ニュージーランド政府はタンパラジオ局や気象観測を設立。1990年には諸島の周囲の海は海洋保護区に指定された。2012年 NASA の地球観測衛星テラによって茶色の浮島が発見された。観測データによるとこの浮島は多数の軽石が集まった集合体で7月28日に 初めて出現し、その後も徐々に面積を拡大しつつあるという、海底火山の噴火が原因とみられ、8月13日には全長約450キロにまで達した。オエクシアンベの主張国など存在しない仮想国家を宣言をして有名になったブルース・グレンビルというニュージーランド人のアナキストのアーティスタンプのプロデューサーが1930年代に ニュージーランドの女性市場主義者たちが入植を開始したとされ、女性市場主義入植者たちは、先住入植者が撤退した1937年に王国として独立を宣言し、1998年にアベリン女王が王国を解体して共和国になったという仮想の歴史を作り上げ、ラウル共和国を宣言したといういたずらのデマを仕掛けた。なので、もちろん、 ニュージーランド政府をはじめ、ラウル共和国を承認している国家は存在しない。ちなみに、グレンビルによると、ラウル共和国は、他の彼が考えた仮想上の国と共に、彼が独自に仮想した国連である独立国家国際評議会の加盟国という設定になっている。これは、彼がアーティスタンプとして制作している仮想国家シリーズの偽切手の一つである。 ラウル共和国は SM をテーマにした国の設定でピアスだらけの SM パンクのファッションモデルのコアベリーンがラウル共和国の切手にそのまま採用されていた。ありがとうございます。